小学校のところから連載してた文章をまとめたものなので、私的には恥ずかしいことばっかり書いてあるので、ちょっと気恥ずかしいです、やっぱり発売は。浜辺さんは11歳の時、東宝シンデレラオーディションを受けて芸能界入り。実はその大事なオーディションである失敗が。最終審査の時に靴が脱げちゃったっていうのはやっぱり今でも忘れられないですね。それはどういうシチュエーションだったんですか？スピーチがあって壇上に上がるんですね。でパンプス履いてたんですけど、初めてだったので段差のところで脱げちゃったっていう。なんとスピーチの間でパンプスが脱げるというハプニングが。しかしその時はすごい焦ったんですけど、後々はシンデレラオーディションだったってことでよくやったって言われました。そしてこちらは中学生になった浜辺さん。反抗期で母親と喧嘩する日々だったそうです。私反抗期しっかりあったタイプなんで本当にお母さんに口答えもすごいしてましたし、学校お仕事で休む機会とかもあって勉強が追いつけないと、そういう葛藤があって学校行きたくない、行きなさいとかいう、そういう喧嘩をよくしてた記憶があります。結構バチバチしてましたねそんなお母さんの今食べたい思い出の料理を聞いてみると。オムライス食べたいです。お母さんの作るケチャップライスにブロッコリーの芯が入ってるんですけど、まあそれも嫌いじゃなかったし、卵もあのトロトロじゃなくて、あの昔ながらのちゃんとしたあの薄焼き卵で、名前が南なんで373ってよく書いてました。可愛いですねはい。とここで浜辺さんから視聴者の皆さんにクイズ。浜辺さんが今から言う故郷石川県の方言、何と言っているか分かりますか？ご飯食べんがん、ご飯食べんがん、ご飯食べんがん。これは一体どういう意味なのか？それ簡単ですよね。ご飯食べに行かない？あ、違います自信満々で答えた皆川アナ撃沈。正解は、あのご飯食べんがんはご飯食べないのだと。食べないの、食べないのです。全然違った。誘われたのかなって。そうなんですよ。浜辺みなみさん、ありがとう。